久保さん。いや、確かに、コンビニのバイトもできるのも、その店舗でいち一部だけですね。その店舗で1000人、バイトできないですね <laughs>。確かに <laughs>。ね。その工場のキャパシティもありますからね。工場勤務も、トヨタの工場勤務も、じゃあ1万人そこの工場で働けるのか、まあ一部ですよね。まあ何を切り取っても確かに一部ですね <laughs>。うまいですね <laughs>。うん、でもほん、まあ、久保さんが言う通り、 100%無理だったら、それはしょうがないと思いますよ。100%無理。でも一部の人は達してるわけじゃないですか。つまり一部はいけるわけですよ。だから久保さんの言った通り一部になればいいわけですよね。で、まあ、全然前々回ぐらいの動画で久保さんも言ってましたけど、ね、あの、麻雀店のね、おっさんがね、こんな生活してる。パソコンもログにできなかったで。僕もね、中学校の、まあ今アンケート、プレ今日でプレゼント終了なんですけど、 今回のプレゼントのアンケートでね、こういう項目を久保さんつけたんですよ。ね、どういう項目をアンケートでつけたかっていうと、あの、なんだ、え就,職就職活動中に10社以上不採用通知を送られてきましたか え中学生の三者面談の時に先生から、お宅の息子さんはどこの高校にも入りませんよと言われましたかえ中学生の成績はオール1でしたかえ就職活動の面接中に面接官に君はアルバイトでも採用難しいよと言われましたか学校で勉強したことを生かして月収100万を稼げていますかと。で、この質問をね、イエスかノーで答えるっていうね、あの、アンケートを取って、まあ、あとはね、 すげててないい理由は何ですかっていうテキストで書いてもらうところがあるんですけど、これはね、わざと僕は全部をか脳かを、ね、選択させるためにねイエスはないみたいなね。で、僕は全部イエスだったよっていう。ね就職活動もね、10社以上をね、不採用んで3、中学校の高校の進路面談の時にね、お宅の息子はどこの高校にも行けませんよと。 まあでも、卓球やってるんで大丈夫ですよねっていうフォローはありましたけどね。でも、学力で言うならば、どこの学校にも入れないよって言われたし、あと、中学のね、オール、あの、成績もね、オール1だったし、あの、就職活動の面接中ね、君はアルバイトの採用も難しいよって面接官に言われましたし、ね。あの <laughs>、そんな僕でもね、今、ここにいてるわけじゃないですか。え、ここに一部なんですかね。 これ一部ですかまあ、逆にこれ一部、この、これは一部かもしれないですけどね。ね。なかなか面接官に言われないですよ。君バイトでも採用、ちょっと取るのは難しいねって。まあまあ言われなくないですかまあまあ言われないですよ。相当ひどかったんじゃないかなと思うんですけど。<laughs> いや、あのね、ここに希望はないんですかえ、これ一部ですかてか、もはや、まあこれ一部かもしれないですよ。ここまでひどいっていう。ここまでひどいね。僕でも今ね、 ここにってるわけじゃないですか他の人が雲の上だみたいなね、なんだ、そのパソコン1台でね、自由に暮らすなんてね、雲の上の世界じゃないですか。でもね、悲惨でしたからね、僕も、昔の僕は。もう勉強もしてこなかったし、いまだに、そうそう、今のね、プレゼントやってるんですけど、今日で締め切りですけどね、あの、そう、セミナー、そう、久保さん、広島でやったセミナーですよ。広島でやったセミナーでね、えー、参加者の方にね、あの人、漢字書けないよって言われたんですよ。 休憩中に。で、僕、休憩中、それ聞いてましてで、それすぐセミナーでね、あの今、休憩中、漢字が書けないって言ってる方いらっしゃいましたけど、そこからすぐねあの、アウトプットして話しましたけど、分かります漢字が書けなくてもセミナー講師やってるんですよ。で、漢字が書けてるのに、月収100万稼げてないみたいなね。え、どういうことみたいな。<laughs> 僕、いまだに漢字書けないし、字、下手くそだし。ねだけど、稼げてるわけですよ。 何なんだってことねだからな、なんかね、まあまあ、久保さんのその、あの動画のね、あのタイトルにも精通する部分はありますけど、やっぱね、常識クソくらいですね <laughs>。常識なんかクソくらいにしましょうか <laughs>。いってらっしゃい。